帰りなさい。時の果てるところへ。レイラ・デスティニーにしてシュラ様、我々もあなたも。分かっています。生きとし生けるもの、すべての運命を見守ること、それが私の務め。システムを乱そうとする者はすべてその報いを受ける。お忘れなく。モデスト医師とより入電。指定座標にて特異点とスリーナインを乗客との交換を行う。黒煙は同地点日没。日が落ちるまでに特異点を差し出さないときはスリーナイン号の乗客2人を処刑する。隊長、何かが接近してきます。質量ゼロ、熱量ゼロ、エネルギー反応感知できません。なんだこいつは。希望計測不能です。時の津波だ。時の津波。あの日と同じです。ヒライゾを飲み込み全てを消し去ってしまった。またあれがやってきてしまうなんて。到達時間は約2時間30分後です。隊長、指定座標の日没と同じ時刻です。と伝えろ。キリア、任務開始だ。無駄よ、モデスト。時の津波の洗礼からは逃れられない。出せ。言ったはずだ。何者にも私の邪魔はさせないとね。たとえそれが時の津波であろうとも。総員配置につけ。時の津波到達まであと1200秒。二人を解放してくれ。先に得意点を渡してもらおう。信用できない。それはこちらも同じこと。私は約束は守る男だ。おい、キリア、待て、まだ。いいんですよ、ユキさん。僕にはもう帰る家もない。僕がいなくなったって悲しんでくれる人なんかいないんですから。結城さんにはお世話になりましたけど。待て。時の津波到達まであと900秒。キリア、貴様のせいで書き換えられた時間をついに元に戻す時が来た。
待ちなさい、キリアン。あなたのご両親は分け合って、あなたをスリーナインの車掌さんに預けた。あの人たちは決して、我が子を平気で捨ててしまうような人たちではなかったわ。やつらは他人の命と時間を、幸せを、平気で踏みにじるエゴイストだった。罪もないエメは、貴様の両親に命を奪われたのだ。キリアン、それはあなたのこと。どうでもいいよ、そんなこと。これでみんな助かるんだろう。キリアン！キリアンさんの生体センサー意識レベル低下。キリアン！エメ、長く待ったね。ついに特異点を手に入れ、運命交換の準備は整ったよ。今行くからね。惑星そのものが未知のエネルギーに同調し、共振し始めました。第一波来ます。作戦開始だ。了解。来た、時の津波。ふん、時間砲発射用意。撃て。私の警告を聞いておくべきだったのだ。おお、特異点が。エメ！邪魔するな！いよいよ終わりだ。私とエメの未来を阻む者は生かしてはおけん。キリアン！
増大、急速接近しています。くそ、出力いっぱいだっつうのに飲み込まれちまうぞ。レイラ、私は全ての運命を見つめるだけの存在なのですか。全てを知りながら全てを傍観し、この宇宙が終焉の時を迎えるまでここに一人立ち続ける、それが私という存在なのですか。私はシュル。空間座標喪失。この宇宙は私自身、そこに息吹生命は全て私の血肉、私の子供たち。私はシュラ。シュラ、すべてのタイムゲートは開かれました。ここはあらゆる時の可能性が重なり合った世界。兄さん、これは無数に存在する未来、ありえたかもしれない世界。懐かしい。あ、ここは。お前の本当のお父さんとお母さんだよ。僕の？それじゃあ。ヒライズはあなたの生まれ故郷。その手紙は切り上がってよ。差出人はご両親。あ、そうだったのか。じゃあこれ。
その、あの、やっぱり僕には無理です。え？あんな曲芸みたいな真似。何？何のことだ？あんまり無茶するなよ。君の方こそな。キリアン、また会いましょう。ありがとう、ユキマナブ。いで！旅の安全を。ありがとうございます。皆様もお元気で。キリアンをよろしくお願いします。わかりました。いいの？このままで。あの手紙に何が書いてあったかわからないけど、同じ気持ちでいてくれる人がもう一人いるんじゃない？はい、これ。車掌さん？は？いいんですよ、メーテルさん。あの子は、キリアンは銀河鉄道を守る仕事を選んでくれた。それだけで、私はもう嬉しくて、もう。あの。は？キリアン！その、あの、これ、忘れ物。キリアン、すまなかった。許しておくれ。あん時、私はああするしか。僕の方こそごめん。キリアン、許してくれるのかい？こんな、お前を愛してるよ。僕もだよ、お父さん。キリアン。星野鉄郎って名前どっかで聞いたと思ったら、デビッド操縦だ。はい、サインもらっとくんだった。分け合った血肉、共に生きた時間、かけがえのない誰かを胸に抱き、人はもう生きる。時を超え出会った若者たちが今再びそれぞれの宇宙へと旅立っていく。銀河鉄道に乗って、無限の軌道上でいつかまた会える日を信じて。親しく